今回は退職所得の論点についてお話ししたいと思います退職所得には勤務先から一時金として支払われる退職金などが当てはまります一時金というのがキーワードで退職金を年金形式で受け取っても退職所得にはなりませんので間違いないようにしてください所得の金額は収入から必要経費を引いて求めますが 退職金を得るための必要経費を正確に計算するのは難しいですから退職所得の計算においては収入金額から退職所得控除額というみなし経費を引きますそしてさらに退職金という老後の虎の子のお金にェラボーナ税金をかけるわけにはいかないという配慮から退職所得の金額は収入金額から退職所得控除額を引いた金額に 二分の一をかけて求めることになっています。退職所得控除額は退職金を得るための見なし経費で、退職金は給料の後払いという性質がありますから、勤続年数が多ければ多いほど経費も多くなると考えます。そこで退職所得控除額は勤続年数のうち20年以下の部分については1年あたり40万円として。 金属年数が20年を超える部分については1年あたり70万円とします。で金属年数が20年を超える場合20年以下の部分については固定で800万円となりますから退職所得控除額は70万円×金属年数2 0足す800万円という式で計算することができます。なお金属年数の計算では 1>, 1年未満の波数は切り上げますですから例えば勤続年数が37年3ヶ月の人が退職金を2,500万円受け取った場合勤続年数は38年とみなされますから退職所得控除額は70万円× 3 8 2 0 2 0 6 0万円となります。よって退職所得は 万万万円万円円のの半額の万円となります次に退職所得の課税方法を所得税の体系図で確認しますと退職所得は他の所得と混ぜられずに別枠で課税されていますから申告分離課税とされていることがわかります。 続いては退職所得にかかる所得税の納付について勤務先から退職金を受け取る場合通常退職所得の受給に関する申告書という紙を提出することが求められますこれを提出すると会社が適正な税額を厳選徴収してくれて確定申告の必要がなくなりますもし 退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合は退職金の額面に対して所得税と復興特別所得税を合わせて20.42%の税金が源泉徴収されますから2000万円の退職金を受け取る場合は400万円を超える税金が差し引かれることになりますもちろん後で確定申告を行うことで精算して還付を受けることができますが 申告書を会社に提出するよりも何倍も手間ですから退職金を受け取る際にはきちんと退職所得の受給に関する申告書を提出してくださいそれでは今回はここで終わりますありがとうございました